皆さんこんにちは、ネギミリです。今日いよいよ秋になってきました。このような見物、風船と綿を今日は生けてみようと思います。はい、そうしましたら風船と綿、こちらから生けていこうと思います。風船と綿、これなんか種になってるんですね。もう実になって、そして種になってっていう状態で、お花はわりかし地味なお花が咲くんですけれど、こちら風船になった時は大変可愛らしいので、こちらを生けていこうと思います。もう秋の見物ですね。ただこの風船と綿、切り口から白い汁が出てくるんですね。これあまり良くないものが出てきてるみたいなので、触ってしまった場合は手を洗った方がいいかなと思います。あと小さいお子さんとかペットのいらっしゃるお家では、ちょっとその白い汁は気をつけた方がいいかなと思います。今日は水盤の方に生けていきます。剣山が中に入っています。結構横に広い水盤なんですけれど、ちょっとボリュームのあるような感じ、秋のイメージで生けていこうと思います。今日は先端のところがもうお花屋さんのところで切り落とされていて、この先に葉がついてることが多いんですけれど、今日は実の部分がメインになったものが材料として売ってましたので、ただ実つきが大変混み込んでて可愛らしかったので、風船と綿早速いけようかなと思って今回登場させてみました。茎はためが効きますので、割と曲線まっすぐでお花屋さんに売ってると思うんですけど、曲線もできるんじゃないかなと思います。今日少しいい風船と綿だったので、多めに生けてみようかなと思います。いや、いよいよ見物が出てきて、秋らしい植物がどんどん増えてきてますので、なんかちょっと嬉しくなりますね。秋は大変ちょっとなんていうのかな、寂しい感じにもなるんですけれど、私は秋の植物は大変好きで、色も豊富ですので、春の花も素敵なんですけれど、秋もゆっくり生け花を楽しむっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、大変今回の実が密集してついてますので、すごくボリュームのある感じに、そして下から、今日は水盤にしてますので、下から広がるような感じになってますので、風船と綿の風船がより一層引き立ってるんじゃないかななんて思います。そうしましたら、ここにこちらですね、もう秋を早く行けたくてしょうがないという感じで、これ紅葉雪柳なんですけれど、着色してるんですね。昔この着色あまりなんていうのかな、綺麗じゃなかったんですね。無理やり塗ってるような感じで。ですけど最近の着色すごく素敵で、あんまり目立たないで生けられますので、外に生ける時とかやはりもう紅葉になってしまった植物はどん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 葉が散れてしまいますので、そうなる前のものに着色をしていますので、少し長持ちするかなって感じですね。それでもやっぱり持ちはあまり良くないですけれど、紅葉は葉が落ちようとしてるわけで、それを生けようとしてるので、なかなか難しい、長持ちさせるっていうのはちょっと難しいかなと思います。雪柳はあまりためが効かないので、パキッと折れてしまいますので、丁寧にそこそこのところで終了しないと折れてしまいますね。でも少し曲線が欲しいですね。ちょうどこのグリーンの実のところに雪柳の感じがすごく合うんじゃないかなって、この赤い色が合うんじゃないかなと思って、器はすごく渋めのグリーンにしてます。ちょっと映像だと黒っぽく映っちゃってるかもしれないですけど、深緑みたいな感じですね。
もう一本奥の方に行けようかなと思います。そうしましたら、ここに今日はですね、ワレモコウです。もう秋の代表的な大変可愛らしい、ちょっと今回ワレモコウ少し時間が経ってて若干ドライになってきちゃってるんですけれど、やっぱりこれが入ってると全然秋の感じが出ますので、もしワレモコウお花屋さんにあったらぜひ行けてみるといいと思うんですけど、お花と合わせるともう本当にすぐに秋のイメージになりますので、いい材料ですね。こちらはい、そうしましたら最後にピンクのトルコキキをいけようかなと思います。ちょうどこの赤い紅葉した葉に対してピンクの花っていうのがすごく合うんじゃないかなと思います。そして今日はあの風船トウワタのグリーンも大変綺麗なグリーンですので、こちらに合わせてピンクをいけたいなと思いましたので、風船トウワタをメインにしたかったので、お花の方はユリみたいな大きなお花じゃなくて、このような可愛らしいトルコキキョウのちょっと小さめの小ぶりのこの花の感じがいいんじゃないかなと思って、ここに行けようかなと思いました。真ん中のところの塊の部分に少し低めに生けていこうかなと思います。少し奥の方にも入れてお花も終了かなと思います。はい、出来上がりました。今日は風船トウワタをメインに秋の花を生けてみました。ありがとうございます。